どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、今年7月で3周年を迎えますボカロ曲砂の惑星の歌ってみたについてです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はハチさんの砂の惑星の歌ってみたについてご紹介していきたいなと思います。で、原曲はもちろん大好きなんですけれども、この曲もやっぱり歌い手さんによって魅力が全然引き出し方が違うので、その歌い手さんの魅力をお伝えしながら砂の惑星の曲の良さについてもお伝えしていけたらなと思いますので、砂の惑星の原曲しかあまり聴かないとか、特定の歌い手さんの曲しか聴いたことがないっていう方には、今回の動画はぜひおすすめしたいなと思いますので、最後までご視聴ください。それでは早速参りましょう。1人目は森めぐみさんのアコギアレンジです。皆さん、アコギでのアレンジと聞くと、なんとなくこうテンポがゆっくりなアレンジをイメージされませんでしょうか。私もそうかなと思って動画拝見したんですけれども、ほぼ原曲のテンポでめちゃくちゃかっこよく歌われるんですね。で、なんとこの方ワンテイクで撮られておりまして、ごまかしの効かない音源でありながら、あの完成度は素晴らしいなというところで、一押しです。滑舌のパートがありますね、2番で。あそこはアコギでどうやって表現するんだって思ってたんですけども、ギターがね、音数がめちゃくちゃ少なくなって、ブーッと畳みかけるように、ほぼワンブレスで歌い切られるっていうところがね、かっこいいですね。この方女性なんですけれども、もともと声質が結構パキッとされた力強い声なんですけれども、その声質プラスさらに原曲に寄せた感じ、力強さであったりっていうところがプラスアルファされていて、めちゃくちゃ世界観が合ってます。アコギカバーではあるんですけれども、全く原曲から離れてはないというか、しっかり本家に寄り添っているっていう点で素晴らしいなと思いますので、聞いたことがないという方はぜひね、聞いてみてほしいなと思います。大好きですね。はい、それでは2人目いきます。2人目は牛海いちごさんです。大変失礼ながら、この動画を作るまでこの方のカバーはね、聞いたことがなかったんですけれども、もう1音目でやられました。もう私は聞いた瞬間に虜になったので、これは絶対に8曲に入れようって思いました。このカバーはリミックスでして、ミレイクさんという方が、多分この VTuber の方のためだけに、書き下ろしたのかなと思われるんですけども、ちょっと違ったらすみませんね。もう完全になんか電子音というか、電子音っていうのかな、なんて言うんですかね、とにかくね、かっこいい感じでアレンジしてありますけど、サビに向かってこう畳みかける感じとか、じわじわ盛り上がっていく感じっていうところは全く本家に引きを取らないというか、このリミックスにこのいちごさんの声がね、結構マッチしてるんですね。このいちごさんの声はもうバリバリのロリボイスで、もう幼女みたいな声なんですけども、でさらにエフェクトバリバリでかかってます。で、なんかそれが、まあ、ミクを彷彿とさせるような感じなので、エフェクトがいっぱいかかってる歌ってみたってあんまり聞きたくないなとか、普段聞かないなって思ってる方でも、このリミックスならばそのエフェクトは大ありなので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。めちゃくちゃかっこいいです。はい、3人目は海くんさんです。海くんさんのこのバージョンはですね、バイオリンの渡辺達則さんという方をお招きしてコラボされているんですね。で、アレンジはなくて、原曲の音にプラスアルファでバイオリンが入ってるっていう感じになるんですけども、砂の惑星とバイオリンはね、合う、めちゃくちゃ合う。で、私結構なんかハーモニーフェチみたいなところがあるので、ちょっと先にバイオリンの方から良さをね、説明したいんですけども、バイオリンはずっと入ってるわけじゃなくて、まあ、イントロであったり間奏であったり、あとアウトロでも入ってるんですけども、サビのハーモニーを聞いてほしい。結構全音符とか2分音符で、長めの音をバックで弾いてらっしゃるんですけども、その音選びが最高なんですね。もうサビの音の切なさを引き立てる最高の音をチョイスされてるので、そこはマジで聞いてほしいなって思います。もう
その音欲しかったっていう音を全部入れてくれてるので、やばいですね、全部たまらないです。で、感想のところであの曲が入っていたりしますので、米津さん好きの方とかはおってなるんじゃないかなと思いますので、はい、ちょっと耳を澄ませて聞いていただきたいなと思います。それと演奏する直前の仕草というかが好きで、構える時の海くんさんを見つめる目つきがね、すごいね、かっこいいんですよ。今から俺が入るぞみたいなところがめちゃくちゃかっこいいので、そのプレイヤーとしての精神的なところが垣間見えるのかなと思ってて、そこも地味に好きですね。はい。で、海くんさん自身のことなんですけども、今回の聞きどころとしてはやっぱり滑舌のところですね。2番のところのあのね、ラップっぽく歌われるんですよ。で、そこだけ声質がガラッと変わってめっちゃかっこよく歌われてるので、めちゃくちゃ鳥肌立ちました。で、海くんさんの場合はね、歌ってみただけっていうよりは、もう、パフォーマンスとしての動画っていう捉えなので、私は。結構凝ってますね、映像が。部屋の中で撮影してるんですけど、部屋の中にある小物とかも歌詞に関連してたり、こう、身振り手振りをされながら歌ってるんですけども、そこにちょこちょこ映像が編集されてたりするので、それも歌詞に全部リンクしてるんですけど、そのこだわりようって言ったら、本家をよっぽどリスペクトしてないと無理だなっていうような熱の入り方なので、私はとても気に入っています。はい。ぜひとも映像とともにお楽しみいただきたいなと思います。はい。次、4人目です。4人目は、エマ・ハジ・ミナミさんです。長いですね、お名前が。英語なんですけれども、すみません、イントネーションが間違っていたら申し訳ないです。この方は VTuber さんですね。で、これもちょっとアレンジが効いています。民族学っぽいというか、まあ、それがまず一つ目の味なのと、声質がね、すごく、そのアレンジと原曲にマッチしてるのがいいなって思います。エマさんの声はすごいね、抜けがいいんですよ。引っかかりがない声質なので、すごく歌詞がドストレートにこう聞き手の方に入ってくる、まっすぐ耳に入るっていう感じなので、なんか今までとは違うこう歌詞の届き方をするなっていう点で選ばせていただきました。なかなかね、この方女性なんですけども、女性でなんかこういう感じのストレートさで歌われる方はなかなかいないなぁと思うので、はい、選ばせていただきました。普段と違う、いいアレンジで聞きたいなって思う方はね、これを聞いてみるといいんじゃないかなと思います。はい、続いて5人目です。5人目は宮下優さんです。前回のシャルルの時にも選ばせていただいたんですけれども、とにかくね、3分30秒を聞いてください。3分30秒、かなりの数の砂の惑星の歌ってみたを聞いたんですけども、あそこのねサビで、あのアレンジはね、もうどぎも抜かれましたね、マジで。初めて聞いた時に涙出たんですよ、もう美しすぎて。なんてアレンジなんだと思って、これをこの音を選べるってすごいなって思います。いや、もうね、感動でしかなかったので、これは絶対入れなければならないと思っていました。はい、宮下さんの歌ってみたの聞きどころは、まあ、そのハモリもそうなんですけれども、ハチさんへの愛がね、たくさん溢れているので、そこも素晴らしいなと思います。隙間隙間にマトリョシカの歌詞であったり、あとリンネとか、ミセスパンプキンとかのフレーズがね、ちょこちょこ入ってるんですよ。そこは初期のハチさんへのリスペクトがないと、このアレンジの入れ方は絶対できないなっていうところなので、こう曲全体として愛が溢れてるなっていう作品になってるので、古くからハチさんやボーカロイドに親しみのある方はすごく胸を打たれる歌ってみただと思いますので、はい、おすすめです、大好きです。はい、続いて6人目ですね。6人目は雨のせいさんです。正直申しますよ、正直に申しますね。今日紹介する8曲の中ではインパクトは薄いかもしれない。でもそれでも私はこの方を選んだ理由はですね、
歌詞に込める思いっていうのがすごく強く伝わってくるんですね、この方の歌い方って。一発目んって思ったのがね、最初の方の一番最初の歌詞で、今後千年草も生えない砂の惑星さっていう歌詞があるじゃないですか。でそこの草ですね、草のところのさのところって音上がりますよね。あそこってほとんどの歌い手さんが草を強く言うんですけど、この方はね草のさで音抜かれたんですよ。でここ抜くって思ったんですね。なんでこんな歌い方するんだろうなと思って、で最初は単純に高い音だから声が出なくて音を抜かれたのかなわざとって思ったんですけど、2番の同じ音程のところはね強く出してるんですよ。だからここは多分わざとそういう風に歌われてるんだろうなって思って、で聞き進めていくとですね、2番のところありますね、ランデブーとか入るところからガラッと声が変わるんです。で歌詞の一つ一つのフレーズに合わせてものすごいね歌い方を変えてらして、なんか多分この人がやりたいのはその歌詞の一個一個でもう声質もそうだし歌い方のニュアンスであったりっていうところをものすごく細かい単位ではあるんだけれども変えて表現したいんだろうなっていう風に感じたんですね。そのなんて言うんだろう、細やかさみたいなところが群を抜いてるのかなって思います。聞き込めば聞き込むほどこだわりが感じられる歌い方をされているので、まあ、スルメソングというか何度も味わって楽しめる歌ってみたじゃないのかなと思うので選ばせていただきました。ただ VTuber っていうだけで敬遠されている方はですね、ぜひそういう固定観念を取っ払って聴いていただきたいなと思います。はい、続いて7曲目です。7曲目は夜吉さんです。もう私はさっきから何度も言ってますけどハモリ中なので、もうねこの方を選びました。夜吉さんのハモリはねすごいね計算されているというか、もう巧みすぎてね、ハーモニーの雨が降ってくるんですよ。音量のねバランスも絶妙で、ちゃんとこうメロディーを主としてなんか気づく人は気づくよねみたいな感じでハモリの音量を結構下げてらっしゃるので、イヤホンしてじっくり聞くと、ああこのハモリ美しいってやっとわかるぐらいなんですよ。原曲の良さ、メロディーの良さをちゃんと味わいながら楽しめるハーモニーになっているので、はい、興味のある方はね聞いてみることをおすすめします。はい、それではいよいよ8曲目です。男女56人大合唱です。もうねこの曲は合唱にすることにすごく意味のある曲で、砂の惑星ならではかなと思いますね。この今回のセレクトに関しては要は合わせてみたってやつですよね。歌ってみたの音源をたくさん重ねて、まあ、同時に流すっていうパターンで動画としてね仕上がってるんですけれども、ボーカロイドっていう文化ってなかなかね、昔はこうオタク文化というか追いやられるサブカルみたいなものの象徴でしかなかったのでっていう、そういう文化が10年とかっていう時を超えていろんな歌い手さんが、まあ、表現は違うんですけども見せ方は違うんだけども、ミクとかボカロ文化を愛してるっていうことがもう際限なく伝わる、すごいいいアレンジなんですよこの合唱。なんかみんなで一気に歌うところがいくつかあるんですけども、その時にその人たちのこう歌ってるエネルギーとか、その人たちが10年経ってもミクを愛し続けてるんだっていうこの事実を嫌おうなくバンと突きつけられるので、その歌い手さんたちの思いがこっちに届いてるんだっていうことをすごい実感してね。で最後に本家のミクとミクのバックで歌ってる米津さんの声が重なるんですけども、なんか全ての始まり、それを作った全ての始まりのハチさんと、まあ、ミクっていう存在で完結する合唱なんですけども、ボーカロイド文化のストーリーみたいなものまで楽しめる合唱になってるので、砂の惑星を聞いたことがない人とか特定の歌い手さんしか聞かない人ほどこの合唱を聞いたら、なんか歌い手文化というかボカロ文化って素晴らしいなっていうところですごい感動されるんじゃないかなと思うので、ちょっと今日は選んでみましたので聞いてみてください。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は砂の惑星の歌ってみたについて、お話しさせていただきました。この曲の歌ってみたバージョンの動画を上げてくれみたいなリクエストがありましたら、そちらも受け付けておりますので、コメント欄の方によろしくお願いします。この動画自体に対する感想もお待ちしてますので、はい、長文大歓迎ですのでよろしくお願いします。それでは本日の授業は以上で終わりにします。ありがとうございました。